えっと本日はえっと燃料電池技術をまあ融合させた多機能型 CO2 回収装置あ、回収技術と題しまして非常にちょっと変わったアイデアを皆さんにご紹介したいと思います。でまあ、大雑把な概念図で申しますとこういうようなえっと形になっております。要は CO2 を回収しながらそれだけではなくてまあ燃料電池そのものの発電でしたり、あとは、まあ えと水素ガスの高純度化や、まあ、高圧化などこう、付加価値を求められるようなものもできるということで、1つの装置で、まあ、1台何役もできる多機能型の回収装置を今日はご紹介できたらと思います。でまず、えー、と研究背景について、えー、と簡単に紹介させていただきます。もう皆さん、えー、とご存知かと思いますけども、今、えー、と2030年に向けて、 えー、日本もしくは世界全体で CO2 の削減もしくは脱カーボン社会が目指されています。でそこではもちろん CO2 を出さない EV か電気自動車ですとか、まあ、そもそも CO2 を出さないシステムも大事なんですけれども既存のシステムで CO2 を出しているものに対しましてはそれを取り除くというアプローチもぜひ必要と思っております。でその方法とししましては、まあ ここにあります製鉄所ですとか、まあ、発電所から排ガスが出ますけどもそれを一度 CO2 回収装置で回収してでそこまで回収してから今度は高純度な CO2 として取り出してそれを地中に埋めるという一つのコンセプトでございます、まあ、CCS カーボンキャプチャーストレージという考え方がございますで今日ご紹介させていただく技術はこの間です 回収から貯蔵、貯留に向けたこの間に役立つのではないかという技術になっております。でこの CO2 回収技術に関しましては、まあ、国を挙げていろいろな、まあ、国や企業を挙げていろいろと研究されていろいろな手法がございます。で、ここにわーっといくつか並べておりますけども、代表的なものとして化学吸着法。 これが今回ちょっとキーワードとなる、えっ、ー、と、技術なんですけども、化学吸着法ですとか、まあ物理吸着法、まあまとか、あとはまあ固体とかゼオライトに吸収させるとか、あとは膜を使って CO2 を分離するなど、いろいろあります。で、その中でも、えっ、ー、と、今、製鉄所や、特に製鉄所や、えっ、ー、と、火力発電所などの、こう、 パイロットプラントレベルで着目されているのはこの化学吸着法と呼ばれるものになります。で、これはどういうものかといいますと、まあ、皆さん中学校とか高校で、二酸化炭素ガスはアルカリ溶液に溶けますというのを習ったと思いますけど、まさにその単純な原理を使っていきます。えっと、アルカリ溶液は 皆さん CO2 をたくさん溶かしますので、その溶液で CO2 を回収できますというコンセプトがあります。しかし、溶液のまま、アルカリ溶液のまま貯蔵していては、それはいろいろ問題がありますので、そこから CO2 を取り出して、それを地中に埋めるという考え方です。で、この化学吸着法の中でも、今製鉄所、特にネドなどの山岳連携してプロジェクトが進められているのは、このアミン法と呼ばれるものがございます。 えっと、今、アルカリ溶液、皆さん、こう、想像しやすいのは、アルカリ溶液をご説明しましたけども、このアミン溶液という、やはりこれも、まあ、アルカリ、弱アルカリで、アルカリ溶液を、まあ、二酸化炭素を吸収するんですけども、それを使う手法です。で、簡単にこのスライドを使って、ちょっと説明させていただきますけども、えっと、ここに、排ガス、まあ、製鉄所や、 発電所から出た排ガスがあります。co2 とかいろんなガスが混じっています。で、それを一回この九州島に送り込みます。で、この九州島ではこちらにアミン水溶液と書いてありますけども、これが上からミストとなってわ。ーっと細かい液的となって降ってきます。で、この液的となってくる。降ってくる中をこの排ガスがぐわーっとこう通り抜けることで。 細かい粒の液滴の中に CO2 が溶け込んでいきます。なので最終的にそこには CO2 が溶けた溶液が溜まってきます。で、これが吸収塔と呼ばれる施設になります。ですので、この液滴とガスの接触時間が長ければ長いほど CO2 の効率が上がっていきますので、基本的には非常に大規模な装置になってしまいます。 でこの CO2 を回収した溶液は今度こちらの再生糖と呼ばれるものに今度移行します。でこれはまたここで CO2 を吸収した液をミスト細かい粒にして上からこうわーっとシャワーのように注ぎます。でその時に、えっと、この再生糖を加熱しておりまして高温状態でミストをわーっと吹き出して 出しますと、その液の中から CO2 ガスがこう溶解度が下がってしまいますので、ガスがわあと逃げてくるということで高純度な CO2 が回収できるというこの二つのプロセスからなっています。で、ここでもやはりこのミストがこう対流を漂うという時間が長ければ長いほど CO2 がどんどん,どんどん出てきますので、やはりこの再生と島の大きさが 高い、まあ、大体10メーターとか非常に高いんですけども、そういうふうに大きければ大きいほど回収できるということで、この、まあ、化学吸収法の問題としては装置の大型化が一つ挙げられています。ですので、固定、えー、低地用型でしか今はちょっとアミン法は今活用できないという課題があります。で、もう一つ、えーと、こちらの再生棟なんですけども、これ発電所とか えっと、製鉄所では大量な熱が出ますので、その熱源を使えるという意味では非常にいいプロセスなんですけれども、長期間、何十年にわたって、そういう,こう有機溶剤とか、まあ、アルカリを帯びた溶剤に材料がこう暴露されることによって腐食の問題が生じてきます。ですので、この高温腐食という問題も今、懸念されております。で、このような問題が、まあ、いろいろありますので、 えとこの一つの解決策として、まあこう、大学とか研究機関では一つの、まあ、新しいアイデア、まあ、昔からアイデアの活用を今検討されています。で、その一つの、えー、とアイデアというものが、えー、こちらにあります、えっ、ー、と、見えないな、まあ。電気を利用した電気透析法と呼ばれるものですで。ちょっとこのスライドを使って電気透析法の原理を説明しますけども、 一番単純な原理、ここに書きました化学式になります。で、CO2 を吸収するアルカリ溶液ですとか、アミン溶液は CO2 が吸収されると、この CO3、2マイナスという炭酸炭酸イオンと呼ばれるものになっています。で、この炭酸イオンは、この右側にあります H プラスと、まあ、反応することで、水と CO2 ガスが出ると。 いいう化学式がございますですので、この H プラスがどん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 こう多量に供給してあげますと、まあ、どんどん反応が右へ進んで CO2 と水がどんどん出ますよという原理を使います。でそのためには、えっと、こちらにございます、まあ、電気分解をちょっと活用いたします。でこちらの赤色のこうちょっと電極に相当するものがあるんですけれども、ここでは、 溶、えっと、極と呼ばれまして水を電気分解して H プラス欲しい H プラスと酸素ガスを出るようにします。で、この H プラスを使ってここに吸収した溶液を流し込んでこれを2つこうくっつけて CO2 ガスが出ますよということを活用します。で、片方だけ反応させても電気は、えっと、流れませんので一方、対極では えとこの H プラスを今度は、えー、と電子をもらって水素ガスが出るという反応を自動的に起こします。ですので、これトータル2つの反応を合わせますと水が分解して酸素ガスと水素ガスが出るという水の電気分解を利用した反応になります。でその過程で、まあ、このオレンジ色のところで CO2 がどんどん回収できますよというのが電気透析法です。でこれによりまして えとこちらに書いてあります。まずこれ、常温で起こすことができますので、水分解ですので、まあ、高温不足などの恐れはありませんよということができます。あと、ここの、まあ、食塩電解でちょっと書かせていただきましたけど、この真ん中、これちょっと肝なんですけども、これ、イオン交換膜と呼ばれるものです。で 今日の本題であります、この燃料電池もこのイオン交換膜を使っています。特に今出回っている燃料電池、ペム型と呼ばれて、H をこれよく通す膜を使っています。ただ、従来、日本ではソーダー電解と呼ばれるように、これ、ナトリウムを通すような、ナトリウムだけとか、こう特定のイオン、プラスイオンをこう選択的に通す膜がよく開発されています。ですので まあそういう技術を使うことによって、これ、H をあまり通さずに、他のの4を通すことで、電気的にバランスをとって、こっちに H がたくさん残るような技術ができますよということで、日本が強みであるまあソーダ工業なんですけれども、そういう知見もまあ多く使えますよというのがメリットがあります。でちなみに、この膜を使っている、これ日本、ほぼ日本のメーカーが独占しているんですいたい世界の7割が日本のメーカーが作っていることになります。 ただ、まあ、このように、こう、いいことばっかでも、やはりこの透析技術はないのが現実です。で、その大きな要因っていうのは、今ちょっとこの肝であるって言った、この水電解そのものがまたこれネックになってしまいます。で、皆さん想像していただくと、この水の電気分解というのは泡がわーっと出てきます。 で泡っていうのはこの水の電気分解にとっては欲しいんですけども大敵です。要は泡っていうのは電気流さない物質ですので泡がどん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 出てきてしまうとそれによってどんどんエネルギーを、まあ、電圧なんですけどもボルトをどんどん高めて消費電力が上がってしまうという、まあ、いたちごっこの問題が起こってしまいます。なのでこの水電解を起こさずにこの透析の原理をいかにこう えーと工夫するかということで、今日の一番の、まあえー、と着目点であります、この水素ポンピング反応というのを活用を考えています、我々は。で、多分この水素ポンピング反応というのは非常に皆さんなじみがないと思うんですけども、これ、えー、と非常に燃料電池に直結している反応です。まず、えー、とちょっとこのスライドを使って、えーと、水素ポンピング反応そのものを説明させていただきます。 まずこの左側、陽極と呼ばれるものに、えっと、水素ガスをそのまま吹き込みます。でそうすると、この陽極では H2 という、えっと、ガスが、水素ガスが H プラスに変換することができます。これはまさに燃料電池で起こっている、まあ、陽極反応そのものになります。で、まあ、ポンピング反応ですと、この H プラスが、まあ、溶液中ばーって漂って、対極で。 もう一回 H プラスが今度電子をもらって H2 ガスが出ると。何の変化もない、まあ、一応こう行ったり来たりの反応になるんですけども、そういう反応です。で、なんでこれが水素ポンピング反応と呼ばれるかというと、この陽極あ陰極ですね、すみません。この青色の陰極のところに出てくる水素ガスをこれタンクでどんどん貯めてきます。要は出口を止めてしまって、ずーっと勝手にガスが出てきますと、どんどん圧力が高まってきます。で これ言い換えますと、これずっとこ電圧を加えて電気エネルギーを使って陰極側で高圧の高純度な水素ガスが出るということで水素ガスのポンプ作用の反応ですよということで水素ポンピング反応と呼ばれているものです。で、これをまさに今回この透析技術に使おうということになります。なぜならばこの陽極そのもの、これ H プラスが出ますので これを CO2 と、まあ、c o 3にマイナスですね。先ほどの炭酸イオンと引っつけることで CO2 ガスがこちらに出ますよということになります。で、もう一つここで大事なのは、やはり燃料電池技術をここでふんだんにちょっと活用していきます。このガスから H プラスに変換するとき、これちょっとピピって書いてありますけど、えっと、これ GDL と呼ばれるガス拡散層と触媒を端示したものになります。まさに、えっと、多分皆さん燃料電池を触れたことはある。 えっと、研究者いるかもしれませんけども、まあ、市販のものでも、ここで、えっ、ー、と、電極として活用することができます。で、あと、えっ、ー、と、ここにちょっと赤色のがあるんですけども、ここは H プラスのみ通さないと困りますので、例えばナフィオン膜とか、まさに固体高分子型燃料電池使っている材料をここで適用することができます。 でこの真ん中ものものは、また今度 H プラスを通さないものということで、まあ、他のイオイオン交換膜など、いろいろイオン交換膜を燃料電池の,この固体構分子プラスいろんな交換膜を組み合わせることで、今回の技術が生み出されますよということで、非常に融合された形になっていきます。でこれによって期待されることは、まあ、これ、可逆反応と呼ばれるものです。左と右はまさに同じ反応ですので、 まあ非常に小さい電気エネルギーで反応できますよというメリットがあります。でもう一つ、これ水電解は起きませんので、特にこの陰極ですね、青い方は、えー、と水素ガス出てきません。ここも燃料電池の触媒使ってしまいますので、外側にガスがきれいに水素ガスが逃げますので、それによって、まあ、気体発生のこう抑制にもつながるという原理で。 ございますでそこでまあ本日はちょっと簡単なデータになってしまいますけども、本当にこの原理を使って、えー、CO2 が回収できたかどうかという簡単な、えー、とデータと、あとまあどのぐらいちょっと電気エネルギーが、えー、と減りましたかというデータをご紹介したいと思います。でまあ、実験そのものは、えー、と簡単です。大学4年生ができるぐらいでしたので簡単になります。要はまあ既存の 固、えっと、体高分子型燃料電池を少し中,中身を少し自分なりに改造します。どうやって改造するかというと、詳しいことはちょっと述べられないんですけども、な中に少し溶液が先ほど言った CO2 が溶け込んだ溶液が流れるような形に少しスペーサーなどを入れて工夫させていただきます。でそこにまあ水素ガスを入れて、でこの反対側でこの H プラスが出る反応を起こして、 でこの溶液から CO2 ガスが出てきますので、それを外側で回収して、本当に CO2 が出たかどうかというのを実証します。で、もう一つは、これ、まあ、電源がいりますので、本当にどのぐらいの電気エネルギーが必要でしたかというのを、まあ、一緒に合わせて測っていきました。で、まず、その1つ目のデータに、この CO2 が出たかどうかという確認になります。 で、このグラフは、まあ、横軸はちょっと時間なんですけども、縦軸が CO2 の濃度になっています。上に行けば行くほど高純度な CO2 が出てますよということを意味しています。で、まずご覧いただきますと、この緑の線と青い線があると思うんですけども、この緑の線は、まず比較として窒素ガスを入れた場合になります。なので、窒素ガスは反応しませんので、もちろん何の反応もなく、もう全然ガス出ませんよというふうになります。 で、その窒素ガスを入れてから、その後に、えっと、水素ガスを今バンと入れますと、ぐーっとこう青い色の線が上に上がりまして、ほぼ100%の CO2 が溶液から出てきたということになりまして、やはりまあ、これ簡単なセルだったんですけども、それによって、まあ、高純度な CO2 がここで実証できましたということが、まずわかりました。で、 その時にこにどうやって今度セルの電圧ですね制、制御するかということがこちらの図になってまいります。で、これ横軸が、まあ、先ほどの燃料電池のセルのこう両端に加えた電圧、セル電圧と呼ばれるものになります。で、縦軸がその時に流れた電流値です。なので、まあ、電流値、反応量と思っていただければ結構です。で これをご覧いただきますと、この3つの領域にこうきれいに分かれることが皆さんとご覧いただけるかと思います。赤いとこと青いとこと緑色のとこになっています。で通常、固、まあ、体構分子型、えっと、水電解、まあ、水電解を行いますと、大体 2V ぐらいで電流値が流れるんですけども、今回は、 この1ボルトを切ったあたりからこの電流値がぐーっとこう上がってきます、要は反応してますよという意味になります。で通常、水の電気分解というのは、えっと、1.23ボルト、最低でも1.23ボルトなんですが、理想と言われていますけれども、現実的には1.8ボルトぐらい、このぐらいですね、このぐらい加えないとまあ水の電気分解が起こらないですので、まあ、それ以下で反応が起きているということになります。 先ほどちょっと遡りますけども、やはり水素ポンピングでは、まあ、圧倒的にこう電力が少ない状態でまず反応が起きてますよということになります。で、でこの電圧をどん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 加えれば、まあ、ずっと反応量が増えまして、まあ、水素ポンピング、こちらの起きている反応がきれいに起こってきたということがわかります。ただ、面白いことに、この、まあ、1 5トぐらいで、この電流値が頭打ちになってしまいます。 で、これ、なぜ頭打ちになったかというと、これ結構多量の水素ガスを吹き込んでたんですけども、反応がどん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 進んでしまって、ここで入れた水素ガスはほぼ100%反応に寄与してしまったので、もうこれ以上電流は流れないということになります。で、そこでずーっともう頭打ち、まあ物質移動立足と呼ばれる領域なんですけども、ほぼここで供給された水素ガスはずーっと100%きれいにこう変換されてましたので、 次の反応に移行するまでずっと電圧値は増加してきました。で、その後2 5ト以上になりますと,、えー、と、また電流値がバーッとこう上がってきます。また反応がどんどん進んでいきます。で、これはここに書きましたように、水の電気分解が水素ポンピング反応プラスアルファで起こっていくことになります。もちろんここでも、えー、CO2 はまた出てくるんですけども、プラス余分な酸素ガスもここでは混じることになります。 でここでいろいろちょっとご説明しましたけども何が言いたいかというと従来の透析法というのは大体電圧このぐらいです 2.5V から 3V ぐらい必要なんですけども今回使うことによって大幅に、えっと、3分の1以下までこう削減することができましたということは、まあ、簡単な実験ですけども、まあ、分かることになりましたで、まあ、このように、えっと、水素ポンピング反応を使うことで、まあ、水電解を抑制した形で透析法はできますよということとあと まあ、この最初の本題であります、装置のコンパクト化、まあ、今回これ、回収灯なんです、まあ、再生灯です、ねえー、になるんですけれども、そこのコンパクト化に寄与しています。えー、とこれ大体いい電極面積5 × 5センチで非常に薄い膜を使って、それぐらいでもう反応が起きるということで、コンパクトになっていますよということになります。でもちろん、えーと、こういうような技術というのは、まあ CO2 を回収するところではどこでもまあ適用されるんですけども、もともとアミン法っていうのがまあ製鉄所や、えー、と発電所などがこうまあターゲットとされてますので、そこに置き換わればいいかなと思っていますで。特に製鉄所ですと水素ガスも合わせて出てきますので、まあ、そういう有効利用が、まあ、ちょっと次の項目にもかぶるんですけども、できるのかなと思っています。でもう一個、これ装置がコンパクトか、かつ軽いですから、 軽くなると、まあ、今 CO2 会社って結構低調なんですけど輸送機器にも応用できると思っています。要は航空機とか船舶そのものに積んで、そこで自動的に回収ができるというふうにも、えー、と我々は期待しております。で、えーと、もう一つ最後の特徴の、ちょっと,、えー、と最後不足になるんですけども、この多機能化っていうのをもう一回ちょっとまとめさせていただきますと、えー、とちょっとこれ、 図が逆転しちゃってるんですけども、この右側が先ほどの赤い方、陽極に相当するものです。要は、例えば、鉄鋼所とかで出てきた、こう、不純物のガスというのは、水素ガス以外にいろんなガスが入っています。で、この装置を使うと、このガスを、まあ、極と呼ばれるもので H、H プラスに変換しますけども、ここでは、まあ、電気化学の力を使って、この片方の電極を制御することで、H2 ガス、水素ガスを選択的にこう、 H プラスに変換することができます。その他のガスを外側に逃がすという選択性が期待されます。で、かつ反対側の陰極と呼ばれるものは H プラスのみをまた選択的に反応させることができます。これは電圧と電位というちょっと大学の講義みたいになってしまうんですが、要は電圧を制御することで水素ガスのみを出すことができるということになります。なので、まあ、 今回のその本題であります、CO2 の高純度化プラス水素ガスの高純度化もできまして、もともと水素ポンピングですから、その高圧化もできますということになります。この固体高分子膜というのは非常に圧力にも強いですので、まあそこも大丈夫ですよということになります。で、もう一つ今日ちょっと詳しくお話しできませんでしたけども、この陰極、まあずっと青色の電極で書いた陰極に、これ、 ずっとこの実験では何もガス入れてないんです、酸素ガスをちょっとある条件でバーッと入れますと、こっから H プラスとこの O2 が反応しまして、水ができるという反応が期待されます。で、これはまさしく燃料電池そのものになるんです。ここで H2 ガスが入れて、ここで水が出てくるって反応になりますので、これ発電しながら、 CO2 ガスがここからわっとこう抜けてくるという、まあ、装置にもなりますよということになります。で、まあ、このような、えっとまあ、非常にこう面白い装置なんですけど、まあ、いろいろ、まあ、ただ課題はあります。で、今我々実験やってて、まあ、ちょっと参ったなっていうのは、も、ま、う、あ、気液分離です。で、この絵では非常に真ん中のこの隙間っていうのは、えっと、 大きく書いてるんですけども、実際には1ミリメートル以下の間を液体が流れて、そこにガスが発生してきます。なので、細かいガスの気液分離などが非常に効率的にできると、まあ、効率的な CO2 回収ができると考えています。で、あと、今回は再生とをお話しさせていただきましたけども、またこの吸収等の装置にもつながる、ちょっと開発が必要と考えています。 で、えーと、あとは水素ポンピングでしたり、燃料電池でしたり、H2 とか O2 の反応がありますので、ね、それに合わせた触媒開発も必要と考えています。また、えー、と企業様への期待としましては、いろいろ期待はしてるんですけども、スタックの技術ですとか、あとこの技術は根本的には電気化学という、えーとまあ、分野ですので、まあ、そういうのがこう強みがある企業とはいろいろできると思っています。あと まあこの大元のえっとコンセプトは CCS とかまあグリーン水素ですね。まあ、水素の、まあグ,リかまあまあ、グリーン水素を考えていますので、まあそういう企業、そういうことを導入しようという企業ともいろいろできるとは思っています。でまあ、本技術に関する特許はまあこちらに、えっと、なっておりまして、いろいろ今までは研究しています。また、えっとこれ 県に対する問い合わせは、えっ、ー、と、北海道大学の、えっ、ー、と、共同マネージャーの酒井様になりますので、どうぞよろしくお願いします。以上となります。